同素体と同位体の違いは何でしょうこれもテストに非常によく出ます。同素体と同位体の違い。ね。そう、塩化水素だったら純物質です。それはよろしい。塩化水素は HCA かけますが、塩酸は塩化水素の水溶液。食塩水とかもそうね。水溶液はというところです。 で同素体と同位体ですがこれはこれも定義が必要ね。え同素体というのは同じ元素からなるが性質の異なる単体。 とということになります重要なのは単体であることねえ同じ元素からなるが性質の異なる単体ですそうこれそうこれも引っ掛けて出てくるんですが同同素体と同位体と位っていや全然違うのよさっきも出てきましたが同位体はアイソトープとも言いますがあくまでも同位体ってのは原子の種類で同素体は単体ですよね 単体と原子ってのは違いますよというところですから同位体というのは先ほど書いての同じで原子番号は同じだが質量数の異なる原子同士の異なる原子ですよと で、さっきもやりましたけど、単体と原子って、話全然違うじゃないですから、同素体と同位体も全然違う話をしてますよと。例えば、炭素には、同じ元素記号で書いてもダイヤモンドと黒煙がありますよね。でも、ぱっと見の色も違うし、硬さも違いますよ。そして、水素っていう原子には、 質量数1の水素、質量数2の水素、質量数3の水素がありますよ。この同位体については詳しく来週やります。第2項。ですから、これ同素体と同位体と。そう、なくした人が悪いって言われてもね。えー、というところです。まあ話全然違いますから、きちっと分けてくださいよというところでございます。ね。ラジオがつくのっていうのは、同位体の種類に放射性同位体、ラジオアイソトープっていうのがありますって話も来週詳しくやりますので、今はこちら側。 何を言ってるんですか私は基本的に予定を来週に持ち越さない男です。君たち、よく覚えておくといい。基本的には持ち越せませんよと。ですから、はい。これね。あ、これで,これで終わって。先ほどのこれですがえ、同素体というのは同じ元素からなるが正しのことは単体同士でえ、特に同素体はスコップでという話でございますが、異様といったら、 同じイオ様と言いたいところですが、射法異様、単イ異様。この辺向きでもまた詳しくやることになりますし、皆さんの電子黒板失礼しました。アプリの授業の教材というのは参考書載せてありますから、そちら側に詳しく載ってると思いますが、単車イ異様、ゴム状異様。これすべて同素体ですからすべて単体ね。 同素体というのは単体ですから、すべて単体。で、炭素は先ほども言いましたが、まあ、ダイヤモンド、黒鉛、で、フラーレン。ということもありますが、まあ、などですね、基本的に同素体はスコップでと言ってますが、でそのスコップにこういうものがありますよと言ってますが、もっとたくさんあるの。いっぱいあるの。で、酸素も、 普段皆さんが使っている、ね、吸ってますよっていう酸素 O2。そしてオゾン。O3。で、リンにも、オーリン。ね、セキリンとありますがえ、実際にはこのリンの同素体にも、ね、紫リンとか黒リンとか白リンとかいっぱいあるの。 でそういうものがたくさんあるんだけどまあ有名なとこテストに出るとこ教科書に載ってるものだけねっていうところでございましてその辺はあくまでもこれが代表的な例ってことねどっちも代表的なものですよというものですでまあ基本は代表的なものから覚えておいてテストで選んでくださいねということになりますがこれが発展的な大学の 難しい問題になると見たことないものを持ってこられて話が始まると。で、そういうのは難関大学の問題というところでございます。